能登半島地震の復興応援企画として農林水産省の食堂で石川県産食材のフェアが開かれています。昨日は輪島市の海女が坂本農林水産大臣のもとを訪れ現状を報告しました。農林水産省の中にある食堂では復興応援フェアとして今月14日まで石川県産の魚介類などを使ったメニューを提供しています。昨日は輪島市の海女3人と県の職員らが食堂に招かれ坂本大臣と実際のメニューを試食しました。振る舞われたのは佐護市の塩麹焼き、もずくの味噌汁、サザエの小鉢などでほとんどの食材が県産です。海女らは海底が隆起して漁ができないこと、海藻やそれを餌とするアワビが減っていること、津波の被害を受けた海岸では清掃活動を続けていることなど現状を報告しました。去年のやつなんですけど大臣さんにも食べていただき、ちょっといろんな食べ方があるんだなと思って私も美味しくいただきました。まあ、私たちは一刻も早く出れればいいと思うんですけど、海岸が非常にやっぱり荒れて、それは漁網とかそういうのが全てダメになっている、まあ、いうことをお伺いいたしましたので、しっかりまたこう、まあ、調査をして、そして整備に向けて、活動していきたいというふうに思っております。農林水産省では7月の海女漁再開に向け県と連携して対応を進めているということです。